や、私ここで鉄砲隊の服装についてご紹介します。重視の格好は和服のたもとの部分がない筒袖にズボン状のたっつけバカマ、弾を入れる動乱と銃剣をたすき掛けにしてトンキョ帽という三角錐の形をした革製の陣傘をかぶっているのが特徴です。さらに本来は背中にランセルという布製の背のリュックサックのようなものを背負っていました。このランセルは明治時代に学習院が通学カバンとして導入、形こそ変わりますが今では小学生に欠かせないものとなっています。そう、ランドセルです。現在の形の元となったのは伊藤博文が皇太子だった大正天皇に送った革製の背嚢と言われています。2発目も各分隊ごとの射撃ですが、各分隊の銃士が順番に射撃します。それでは2発目。2発目は分隊銃士さん、引き続き分隊長は指揮を取れ。でも僕お祭りのとこ行ってみる。そらいや、見てる。ゲンシ、ゲンシ待ってる。ゲンシ待ってるんだよ。え、ゲンシ向こうにいるよ。じゃあ行こう。待って。見たいな。もう終わりだよ。早っ。バンバンはバンバン戦うとこ。先ほどから指揮官が話している聞き慣れない号令、これはオランダ語です。高島秋帆はオランダの兵学書をもとに高島流砲術を完成させたので号令はオランダ語となっています。いくつかご紹介すると、ホールワルツマルスは前へ進め、アーンは狙え、ヒュールが放てです。このオランダ語の号令は後に日本語に翻訳され改良されました。その中にはレクオンが右向け右、レキションキリヒが回れ右というように現在でも使われている号令もあります。3発目からは全員での射撃になります。先頭のテント側の銃士から全員が順番に射撃します。それでは3発目。次号の指揮を招待します。招待連発射撃。
パン。セット。ここで高島秋帆が徳丸ヶ原で演習を行った経緯について簡単に紹介します。江戸時代に海外と通じていた長崎の町年寄だった秋帆は、異国船が頻繁に現れる状況の中、戦国時代以来の日本の砲術とヨーロッパの砲術の格差に危機感を覚えます。そこでオランダから銃砲や兵学書を輸入、出島のオランダ人から実技を学び、高島流砲術を完成させました。天保11年に発生したアヘン戦争の情報を知った秋帆は、幕府に西洋式砲術の導入を求めます。これが時の老中水野忠邦の目に留まり、天保12年、西暦1841年5月9日、武中徳丸ヶ原、現在の板橋区高島平において西洋流砲術演習を実施したのです。4発目も全員が連続で射撃しますが、射撃間隔が異なります。それでは4発目、正体は高速連射をする、ハルです。滞在したのが赤塚八丁目にある松月院というお寺です。秋帆は自身の脇差しを謝礼として松月院に寄贈しています。また演習では近隣の村々の住民が動員され、松月院で煮炊きや湯茶の準備、荷物の運搬などに従事しました。演習の場となった徳丸ヶ原は、明治時代に入ると水田として開発され、昭和初期にかけて一大水田地帯となりました。そして昭和40年代に団地建設が決定すると、昭和44年3月に高島秋帆の自責にちなんで町名が高島平となり、完成した団地は高島平団地と名付けられました。さあ、早いもので次で最後の5発目です。全員が一斉に射撃します。非常に大きな音がしますのでご注意ください。最終射撃、一斉射、ファルジ、バン、セット、
方向変換レッカー。うるさい。方向変換で区切り。お客様にです。